技師だって疑って悪かった。だってレームとマリサは以前からの知り合いよ。はじめまして、イザヨイサクヤですわ。普段はコウマ館の主であらせられるレミディアお嬢様にお仕えしているの。正直面倒だけど、情報は。姫様ってたまに話を聞くために人を招
また掃除の邪魔が入ったと思ったら、お嬢様のお客様かしら。いざよい咲夜と申しますわ。火事の手際が上がったわ。これでボムをいくつでも潰せる。ああ、忙しい忙しい。あら、いつの間にこんな場所に。私、疲れてる。そこのあなた、高魔館の方角はお分かりになります？赤い霧が溢れ出してるでしょうから、目立つと思うのですが。え？その異変はもう終わる。妙ですね。幻想郷中が真紅に染まるまで終わることなどないはずなのに。私はいざよい咲夜、高魔館のメイド長ですわ。はあ、忙しい忙しい。あら、いつの間にこんな場所に。私、疲れてる。そこのあなた、高魔館の方角はお分かりになります？赤い霧が溢れ出しているでしょうから、目立つと思うのですが。え？その異変はもう終わった？妙ですね。幻想郷中が真紅に染まるまで終わることなどないはずなのに。私はいざよい咲夜、高魔館のメイド長ですわ。ああ、忙しい忙しい。あら、いつの間にこんな場所に。私、疲れてる。そこのあなた、高魔館の方角はお分かりになります？赤い霧が溢れ出してるでしょうから、目立つと思うのですが。え？その異変はもう終わった？妙ですね。幻想郷中が真紅に染まるまで終わることなどないはずなのに。私はいざよい咲夜、高魔館のメイド長ですわ。ああ、忙しい忙しい。あら、いつの間にこんな場所に。私、疲れてる。そこのあなた、高魔館の方角はお分かりになります？赤い霧が溢れ出してるでしょうから、目立つと思うのですが。え？その異変はもう終わった？妙ですね。幻想郷中が真紅に染まるまで終わることなどないはずなのに。私はいざよい咲夜、高魔館のメイド長ですわ。